お侍、お頼みしたいことが。どうした？私はしがないクス氏で野営の病人を治療したいのですが、いかんせん森の中で。森には賊や猛虎がうろついておるぞ。ですからお守りくだされ。よし、わかった。なれど病とは気がかりだ。打ち勝てるものなのか？病は戦うものではなく、寄り添い初めて治すものです。その話がまことならば、すぐに立つぞ。広がる前に食い止めねば。感謝します。友だから逃げ延びましたね。ユナという女子のおかげだ。俺を浜から運んだ上、手当てしてくれた。腕の良いクス氏のようで。あれほど勇ましき者は知らぬ。俺の命の恩人だ。我が母を思い出します。昔私は体が弱く丈夫になれたのは母が作った薬のおかげでした。それからクス氏を志そうと。おや、人がいるようですね。お主は下がっておれ。見てこよう。早く食い物をよこせ。そんなものはない。一緒だ。殺さないでくれ。隠れていたのか。お前。危ないところを助かりました。かような時に遠出とは。村の者が残らず病にかかって二人で逃げ出したところです。病原は悪霊です。ご先祖様を怒らせました。我らは戦わずして猛虎に食料を渡したのです。奴らが去ると皆が病に。この地は呪われています。先を行けば宿がある。休むといい。今は外にいる方が危ない。家に戻り隠れていなさい。ありがとう。悪霊がついてこないといいのですが。走れ。いともたやすく人を斬るとは。斬らねば民が死んでおったぞ。賊といえどもまずは話し合うべきです。話し合うだと？それならばなぜ俺を頼った？お許しを。私は治すことしか知らぬに太刀は持てません。かけろ、そら。ちょっとクス氏さん、こっちに来ておくれ。慌ててどうした？何事だ？息子が毒を食べちまったようなんだよ。見せてくれ。野営を差し置くのか。手遅れになるぞ。すぐに済ませますので。仕方ない、俺も手を貸そう。感謝いたします。何を食った？食べ物なんて残っちゃいません。原因を探ってみよう。かたじけない。ただの湯だ。カゴは空だ。野生のキノコをかじった跡が。これだな。クス氏に知らせよう。いかがでしたか？キノコを食ったようだ。このバカ、なんてこと。空腹のあまり手を出したのだろう。水苔があれば解毒できるのですが。
ここにおれ。俺が取ってこよう。せっ、苔は見つかりましたか？あったぞ。いいか、よく聞いてくれ。苔を砕き、水を少しだけ混ぜたらよく煮るんだ。それを飲ませてやれば、明日の朝にはよくなるはずだから。そろそろ野営に行かねば。ええ。息子の命の恩人です。あの、女の息子は百姓と同じ症状でした。体が痛み、息切れが激しく。つまり百姓も毒を畑に撒かれたということか。ええ、おそらくは。軽い毒なら苔で済みますが、念のため効能の強いハンゲを取りに行きましょう。池に生えているはずです。急ぐぞ。猛虎です。なぜ池のそばに？ここは丁重に頼んで去ってもらうとしようか。いえいえ、あなた様にお任せいたします。ネグンベル、チェヨアンサーテルネガリチューベル。うっ、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 
こちらです。ハンゲはあったか。ええ、おかげで十分に取れました。しかしあなた様は人斬りを楽しんでいるようにお見受けするのですが。全ては民を守るためだと太刀を抜くたび自分に言い聞かせておる。なるほど、失礼いたしました。病人のもとに行くぞ。野営は目の前です。大変だ、妻が息をしていない。いつから伏せておる。もう子供がうちの畑に来てからです。何か食ったか。口にできるのは井戸の水しかありません。手遅れだ、すまない。私がもっと早く来ていれば。お主に咎はない。しかし道草を食わなければ死なせずに済んだはずです。そのおかげで救われた命もあるのだぞ。毒がゆえんであると分かることもなかった。ですが毒の出どころまでは。死んだ女が最後に口にしたのは井戸水だったな。そして病が広がったのは猛虎が去ってから。井戸に毒を仕込んだな。水とあれば病は瞬く間に広がります。治せるのか。ええ、半下さえあれば。救ってやってくれ。そういたします。あなた様がいらしてよかった。